どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グール RE コールトゥーエグジスト、ムツキトール狂気バージョンを使って、今回はこちらのキャラクターの魅力を解説していきたいと思います。では、行きましょう。ムツキはかなり好き嫌いが分かれるというか、賛否両論というか、そういうキャラクターなんですけど、僕はかなり、好きなキャラクターですね。うん、尖ってて、魅力的なキャラクターだと思います。まず、通常攻撃ですけど、クイーン系イフラフトと、アブクソルですかね。こんな感じで、まあ、銃装みたいなモーションですね。かなり速い、通常攻撃、ナイフの通常攻撃です。で、クイーン系攻撃、まあ、カグネですけど、クイーン系攻撃1が美角での突きなんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてるな。美角での突きで、これちなみにチャージもできます。チャージして溜まったらザクザクと。これ火力が上がってるだけなのか、多段攻撃が1段階上がってるのか、ちょっとよくわかんないな。んで、クイーン系攻撃2なんですけど、まずは追撃を入れて、クイーン系攻撃2が、はい、周囲の敵にヒットする、広範囲の攻撃ですね。これ2回ヒットしてるんですよ。閉じて開いて。わかりますかね。ひっかくみたいなね、エフェクトが出るんですけど、ザクザクっと、かなり綺麗でしょ、このエフェクト。ザクザクで、次射撃ですね。射撃がナラシっていうクイーン系なんですけど、まあピストルみたいな俺豆鉄砲っていつも言ってるんですけど、完全に豆鉄砲。ピュンピュンピュン。んで、必殺技ですが、もうちょい手強いキャラクターが出てきてからにしたいな。それまでちょっと今やった攻撃をやりつつ、雑魚敵を狩りますか。あー、でももうゲージがあれだな。じゃあ使おっか。必殺技はイフラフトとアブクソルを振りながら突進していって、最後カグネでの、広範囲の大ダメージ付きですね。はいはいはい。個人的にこの周囲の敵をなぎ払うこの引っかき攻撃みたいなやつがお気に入りなんですけど、これね、連発できるんですよ。パン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 って。でもね、これやるとすぐゲージがなくなるっていうねやりたいんだけどね、敵に囲まれた時は。敵に囲まれた時はやりたがりなんですけど、やっぱうまいことこのアブクソルとイフラフトを挟みつつ戦わないと、さすがにゲージが持たねえぞってことで。はい、まあ、あとこのチャージですね。うまく当てるとかなりゴリゴリ削れます。もう隙があるならチャージした方がいい。はい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 、チャージしてゴリゴリ。やばい、あぶねー。あー、当たっちまった。最後の一発。パイセンね、強いんですよね。なんか あの RE のパイセンも強いんですよ。なんだろうな、すごい使いやすいんですよね。癖がないというか、攻撃範囲も必殺技も広いし、誰だ、アモンかな、違うわ、ただのあれか、中ボスシックのやつか。はいはい、あとは覚醒を見せたいですね。はい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 、囲まれた時ははいはいってやると、もうゲージはゼロと。知らないうちにゲージはゼロになってる。はい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 、やばい、ごちゃごちゃしてきた。やばいやばいやばい、ごちゃごちゃしてきた。ここでちょっとこの真ん中のこの三角形のモニュメントというか、あれがあるせいでね、かなり狭く感じるこのステージは。サバイバルのステージ増やしてほしいですね。ちょっとここと、駅前かな、駅前の広場とコクリアしかないんですよね。はいはいはい、お、覚醒ゲージ溜まりましたね。もうちょい敵があれだな、手強くなってきてから出すのもありだな。なぎ払いが本当にその、なんて言うんだろう、1回の攻撃2回の攻撃のつなぎが早すぎる。ザンザン、エフェクトがすげえ綺麗だし、ピュン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 、鳴らしも使ってね。 OK、 さあ何が出てくる。ああ、なるほど、ヤモリか。じゃあ覚醒していこうかな。おい、まあ、覚醒は能力アップですね。はい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 、早い早い早いよ。はい、ヤモリ
ちょ、早すぎて何かわからんけど、とりあえずこの爪攻撃、これめちゃくちゃ綺麗っしょ。これを見て欲しかっただけでもある。今回のこのムツキの紹介動画では。あとね、ボイスもすごいやれないですね。魅力的なんですよね。お前お前お前、アニメの方ではあれなんですよね、その原作でもあった知らないからね死んでも、あのムツキのカグネがまがまがしいあのシーンをちょっとやってほしかったんですけど、めちゃめちゃ楽しみにしてたんですけどね。ただあのシーンはアニメオリジナルの知らずに向けての売り上げのセリフとかあったんで、まああれはあれでアニメも良かったんですけどね。はい、ということで今回はムツキトール狂気バージョンの魅力解説でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。